みんなで決めるコープファン総選挙2023。みんなで決めるコープ商品総選挙第5弾はパンです。たくさんのコープのパンの中からエリア会がおすすめしたい6候補を選びました。これから各候補の演説を行います。動画を見て食べてみたいと思ったものに1票を投じてください。それではまずもっち党です。グッモーニング。もっち党代表の朝の応援食もっちり卵パンですわ。卵の風味豊かな優しい甘さ、もっちり食感が売りの私です。朝ごはんはもちろん、ちょっと小腹が空いた時に手軽に食べられますのよ。私は取りたい栄養素が取れる商品についているヘルシーコープ手軽に取れるマーク入り、なんと1個あたり 55mg のカルシウムが取れちゃいます。そして製造から90日まで美味しく食べることができるのよ。非常食としてストックしておくのもいいわよ。私は個包装の箱入り娘。ついつい食べ過ぎちゃいそうだけど、デコレーションなどして皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうか。投票にはもっちり卵パンをぜひお選びくださいね。ちょっと小腹が空いた時に食べ出したら止まらなくなりそうなパンですね。見た目もかわいい。次は半焼き糖です。こんにちは。私はブラウンサーブロール半焼き糖から立候補しました。お家で仕上げ焼きするロールパン、北海道産クリームでしっとりバターを配合することで風味豊かな味わいを引き出しました。お家のオーブントースターで手軽に焼きたてパンが楽しめちゃうの。私には仲間がたくさん。全粒粉入り、レーズン、抹茶あずき、くるみ、さつまいも、あなたのお好みの味を見つけられるはずよ。1000ワットのオーブントースターで1分50秒、溶き卵に同じ量の水を加えよく混ぜ、パンの表面に塗ると焼き上がりにツヤが出ます。私は半焼きタイプのため必ずオーブントースターで焼いてお召し上がりください。みんな応援よろしくね。半焼きタイプのパンとは珍しい。種類もたくさんあってどれも美味しそう。次は冷凍です。私は冷凍公認候補シナモンロールです。シナモン好きの方ご注目。シナモンとブラウンシュガーをロールパンに巻き込みホワイトコーティングした見た目も可愛い菓子パンなのです。冷凍パンだから3個入りでも1個ずつ好きな時に食べられるの。しかも電子レンジで1個30秒温めるだけで簡単にできちゃうんです。ホワイトコーティングが冷たい方がお好みでしたら自然解凍でも美味しく召し上がれます。袋を開けた時のシナモンの香りが好き。シナモンが染み込んだしっとり生地がたまらない。コーヒーとめっちゃ合うなど嬉しいお声をいただいています。あなたのほっと一息タイムを贅沢にすることをお約束します。ぜひぜひ食べてみてくださいね。いつでも食べれるように冷凍庫に常備したら毎日おやつに食べちゃいますね。次はハイトーストです。はいはい、ハイトーストのハイトースト 1.5 斤です。1994年の発売以来組合員に大人気の僕なのだ。ユーコープセレクション商品でもある僕は、原料にこだわり、北海道産のバター、てんさい糖、生クリームを使用。乳化剤、イーストフードは一切使ってないのだ。発
発売以来変わらないストレート製法でもっちりしっとり食感。ストレート製法とは、一度に材料を混ぜるシンプルな製法です。少しずつ材料を混ぜていく中種法と違って、グルテン膜の存在感が高まり、もっちりとした食感になります。室温などの作業条件の影響を受けやすく、調整が難しいのですが、ずっとこだわっている製法です。また、僕はその日の気分で好きな厚さにカットできるのだ。分厚く切って軽くトーストして、バニラアイスと蜂蜜を乗せたハニートーストやパンキッシュはいかが？いろいろな使い方がある僕、ハイトースト 1.5 斤をよろしくお願いするのだ。これでいいのだ。いいのだいいのだ。分厚く切っていろいろな食べ方ができるパンなのだ。次はビスケットです。やっほー、僕はビスケットのホットビスケットだよ。みんな一度は見たことあるんじゃない？そうそう、フライドチキンとかと一緒にいることが多いかな。冷凍のまま電子レンジで500ワット40秒温めるだけでビスケットが味わえるんだ。お手軽だよね。お好みでジャムやメープルシロップをつけるのもおすすめだよ。アイスクリームやあんこ、バターなんかでアレンジしてもいいかもね。そんな僕は朝食、昼食、ティータイム、おやつ、お夜食にいつでも楽しんでもらえるんじゃないかな。僕は冷凍だから長い間あなたのそばにいられるよ。あなたの好きな食べ方で僕を楽しんでほしいな。どんな場面でも楽しめそうなホットビスケット、メープルシロップ、あんこバターは最高の組み合わせですね。次は直輸入糖です。私は直輸入糖から立候補いたしましたミニフレンチロールでございます。北欧リトアニアから直輸入されています。発酵焼成の技術に優れ、世界30カ国以上に冷凍パンやピザを輸出しているメーカーマンティンガ社が私を製造しております。オーブンまたはオーブントースターで外はカリッと中はふんわり焼きたての美味しさが味わえます。切り込みを入れてハムやチーズ、アボカド、サラダエビなど好きな具材を挟んで食べてください。見た目もおしゃれですし、カリッとふわっととっても美味しいです。あなたもぜひ北欧パンを味わってみてください。やみつきになること間違いなしでございます。北欧から直輸入だなんて驚き。ぜひ焼きたてを味わってみたいです。以上で6候補の演説は終了です。どれに投票するか決まりましたか？みんな美味しそうで迷っちゃいますよね。皆さんの清き一票をお待ちしております。それではまたコープ商品総選挙でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画を見ていかがでしたか？投票、感想、ご意見をいただいた方の中から抽選で30名様にドドーンと200ポイントをあげちゃいます。あなたのお気に入りのパンを試してみてね。ご参加お待ちしています。